テンプレート、ノート、ウィキプロジェクト DWRPG は、バッファロー製のモバイル Wi-Fi ルーターで、相性は、ポータブル Wi-Fi。NTT ドコモのフォーマ回線が利用できるほか、コーシウム線乱接続や、自宅の ADSL 回線や、光ファイバー回線などを使った、Wi-Fi 通信が可能である。また、同機種は NTT ドコモブランドで、 ボーイフレンド -01B という名称でも販売されている。本製品はバッファローと NTTBP のと共同で開発が進められていた。2009年中の発売を目指していたが、モニター試験中に発熱が問題となり、設計をやり直したため、発売が2010年6月まで伸びた。携帯電話網はフォーマしか利用できないシムロック製品であるが、 NTT ドコモブランドではなく、メーカーブランド商品として発売された。モバイルルーター機能として、フォーマイハイスピードモを利用することができ、ダウンリンクが HSDPA7.2Mbps、アップリンクで、ハスーパー 5.7Mbps の通信が利用可能。Wi-Fi 機能を搭載した、ノートパソコンや iPad を外出先でも、 NTT ドコモモで利用することができる。また、本端末には、自宅の光回線や ADSL 回線に接続するためのクレードルが同梱されており、本体を差し込むことで Wi-Fi ブロードバンドルーターとして利用可能である。3G 回線と Wi-Fi 回線の切り替え機能があり、コーシューム線乱エリアに入ると、フォーマ回線からコーシューム線乱回線に、 自動的に切り替わる。設定画面上の簡単設定から設定可能なコーシウム線ランサービスは、ドコモ Wi-Fi、フレッツスポット、ホットスポット、フリースポットの4種類。手入力が必要ではあるが、これ以外のサービスを指定することもできる上に、自宅ですでに構築済みの Wi-Fi ネットワークにも接続可能である。ユニークな機能としては、 マイクロ SD カードを使ったコンテンツの自動アップロードダウンロード機能がある。アップロード機能はフリッカーやフォトクラ、ピカッサウェブアルバムなどでの利用が、ダウンロード機能はポッドキャストなどでの利用が想定されており、それぞれの手順がリファレンスガイドに掲載されている。なお、ダウンロードしたコンテンツは本体のミニ USB ポートや管理画面上から参照することができる。 3.7V,1880mAh という大容量のバッテリーを搭載しており、連続通信時間は6時間と長い。バッファローが提唱するエースのほか WPS にも対応しており、接続する端末がこのいずれかに対応していれば、平易に設定可能。NTT 東日本が、光ポータブルというサービス名称で、フレッツ光契約者に対し、 本端末の NTT 東日本ブランドの OEM 機である PWR-100D と PWR-100F をいずれも月額315円にテレンタルしている。PWR-100F はアンツ・バンディックスに対応しているため E モバイルの EM チップにも対応している。NTT ドコモはボーイフレンド -01B として2010年9月25日に 発売をした。同時アクセス数は6台までとなる。Nintendo DS、iPod Touch、PSP 向けの接続ガイドが添付されているほか、iPhone についても動作確認が行われており、Buffalo のサポートサイトより接続手順が参照、可能である。東京無線タクシーでは、2010年12月3日より、タクシーに、ボーイフレンド0 h b を搭載し、 タクシー内で、利用客が Wi-Fi を利用できる施策を始めている。光ポータブル、PWR-100F、バージョンアップ情報 NTT 東日本、ドコモブランドのモバイル Wi-Fi ルーター、ボーイフレンド -01B、9月25日発売、日本 Wi-Fi 化計画始動、ドコモ、東京無線タクシー約820台に、モバイル Wi-Fi ルーターを設置。 b w r p g 不具合のお知らせと、お詫びモバイル Wi-Fi ルータ、光ポータブルの一部へのウイルス混入について、別紙、光ポータブル、Wi-Fi クレードルの使用一覧、NTT 東日本光ポータブル LTE の、機器スペック NTT 西日本。ありがとうございます。